ティックで動き、 Z でパンツを発射、パンツを発射、パンツ飛ばしますよ。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、バンジョーとカズイの大冒険2やっていきたいと思います。前回ですね、こちらのグランティ産業の方に侵入いたしまして、ボロボロ、全く取れてない、音符以外全く取れてないみたいなありさまなんですが、今回もね、頑張って攻略をしていきたいと思います。とりあえずここに用はないので出ましょう。はい、1階に戻ってきました。じゃあとりあえず2階の方に進んでいきますかね。まずは大体の地形を把握していきたいところ。ではでは、2階にはチラッと行ったので、そちらの方に進んでいきましょう。こっちですね、クランバーブーツ、よいしょ、ポン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 、よいしょ、ここですね。ではでは、2階へレッツゴー、よいしょ。さて2階です。シュタッ、なんかありますね。これはなんか爆弾で壊せたりしません？ていお、壊れてないですね。壊れてないです。セカンドフロア、これはマシン専用エレベーター。マシンになれれば移動が楽になりそうな気もしますが、敵がめちゃくちゃ好戦的なのがいかにもグランティ産業っぽい。あ、ウンバのテントですか、もしかして。なんかグローブ、ここに、ここら辺にいますよね。ん、ここら辺にいる気がするんだけど。あ、裏にいた。さてじゃあウンバのテントも一回使っておきますか。多分近くにパネルがあった、あった。なんかすごいメカメカしいですね。侵入、ウンバ使っちゃいましょう。よいしょ、グローブ持ってるね。ウンバに渡す。はい、渡します。 OK、 そっちに投げるよ。律儀に回っていく。へい、マジックの準備 OK、 プールに飛び込む、いいね。では行きましょう。あ、うにょうにょする、体がうにょうにょ、うにょうにょする。グローブが飛んでった。うにょー、ん、これなんか前作で見覚えがありますけど、これをウォッシャーと呼んでるね。スティックで動き、 Z でパンツを発射、パンツを発射、パンツ飛ばしますよ。なるほど、もしかしてこれを使えばあれですか、マシン専用エレベーター使えるみたいな。お、パンツ食らえますか、パンツ食らえますか。あ、パンツ弱いですね、パンツゾンが弱いですね。乗れます、ん、いやでも動かないか。あ、いける。フロアを選んでください。5階まであるんだ、5階まであるんだ。へえ、しんどいですね。まあ一旦変身できるということを念頭に置いて戻ってバンジョーで進みますか。はい、戻りました。じゃあ他のところ引き続き探索していきましょう。これなんか壊せ、これは壊せそうですよね。いけた、またダクトですよ、ダクトですよ、またダクトですよ。ここも壊せそうですね。あ、出ちゃった、テイヤー。お、広げなところに着きましたけど、音符がいっぱい、うわ下がやばい、下がやばい、これ落ちたら死にますよ。慎重に行きましょう。セパレートパッド、よっ、はい、なんか上に今人情がいたような気がしますが、電池がいますね。ここが大きなタンクの部屋ってやつですね、多分看板に書いてあった。あそこになんかチートさんのページがあるように見えますが、これは反対側から回ってこないと取れなさそうです。そして多分音符は反対側にもある。落ちそうだな、そろそろ落ちそうだな。くっ、
ここ意外に登れないですよ。多分これない。今どんぐらいですか。どんなもんですか。特別なアイテムじゃないです。トータルを見る。音符70。ふーん。ふーんふーんって感じです。じゃあ先に、あそこ登りますか。戻る前に行けやって感じですけど。よいしょ。よし。じゃあ電池を、捕らえますか。これ電池は、電池ってもしかしてあれかな、リュックで捕まえるのかな。あ、これ戻れなくないですか。戻れる、ここから戻れる。いや戻れないですよ。行けと、この道を進めと。あばー、ここにも沼が、沼なんですね。沼地の主がいるだけなんですね。ジャンプ、ここで戻れって感じですか。こっちの方にも探索ができそうな場所、この中とか。あ、敵だった。あらーん、めっちゃ有毒な、あ、なんか酸素が毒ガス、まとわりつかれるんじゃない。うわ、厄介すぎるでしょ。こっちは、お、またなんか侵入者警戒がされてますけど、フロア1、フロア 1?1 階に戻れるんですか。階段、どこに繋がってるんだろう。ん ?1 階、こっち、これ押すと、あーなるほど、あーなるほどね、はいはいはい、そこに繋がってるんだよね。これでショートカットは開けたかな。あ、あきっぱ、素晴らしい。ショートカットってバンカズでショートカットって、まあ結構ありますけど。さて、じゃあまあ引き続き探索をしていきましょう。なんかいろんなとこ行けますね。こことかも壊せそうな予感するし、広いな広いな、いつにも増して広いな。なんかあの真ん中のやつとかね、攻撃したら壊れそうな気するんですけどね。よいしょ。一旦無視で。あばーびゃー、こっちかな。どっから来ましたっけ。こっちから来たか。いや、もうわかんないですね。もうわかんないですね。あ、本当に全然わかんないですね。こっちは、あ、こっちから来ましたね。こっちから来て、ここにクランバーブーツがあるから、これを使ってさっきのクランバーポイントを登っていきましょう。意外にクランバーブーツ時間短いんで気をつけて。よっ、ポン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 。あ、ジャムジャーさん、ダメだお嬢ちゃん、これを習うにはお前の太った相棒をどこかに置いてこなきゃ。なるほど。セパレートありましたよね。じゃあ使っちゃいましょうか。よいしょ。じゃあセパレートして、カズイに切り替えて、さっきのクランバーブーツ使わないとダメそうですね。クランバーブーツ教わるのは2人いっぺんじゃないといけないけど、使うのはあれなんですね。カズイ単体でもいけるんですね。よいしょ。てっ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 て。カズイのアクションね。では、教えてください、ジャムジャーさん。545。全然足りますね。カーン。スプリングジャンプ。きっとこれが欲しいんだろう。ジャンプ力がむちゃくちゃ増えるぞ。超欲しい。Z を押したまま A だ。足を曲げてハイジャンプ。超欲しい。以上。返答を祈る。素晴らしい。ビヨーン、あーすごい、カズイでもこれ使えるようになるのでかいですね。じゃあ戻りますか。ダメだった。ビヨーン、合流。じゃあ先の方進んでみましょうか。
こっちです。こっちから来たからあっち側、こっちは行ってない。なんか一回ね繋がってそうな道ですけど、なんか今うろうぼっぽい声が聞こえたような、でも笑い声じゃないから違うような。いた。このクランバーブーツはどこで使うんだろう。なんか声聞こえますよね。うん、ここもまた、あー電池か。ここが多分ガードされたステージってやつです。電池は多分リュックタクシーで使う、持ってくような気がするんですけどね。でもってなると数えたバンジョー単体で基本動かなきゃいけないっていうことになるんで、どうなんでしょうね。覚えておきましょう。ね、このさっきから聞こえる声は、これは、あ、上があるんだ。この上はどうやっていくんでしょうね。クランバーブーツはいけなそうですし、ちょ、敵が邪魔すぎて、どっかから登れ、あ、クランバーブーツありましたね、ここだ。ててーん、ポッ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 、行きましょう。短い、よいしょ。難易度が高い。みょん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 。ここもまたなんかダクトに繋がってますよ。やばいですね、このマップね。クリアしきれる気がしない。こんにちは。俺の作業服をクリーニングする方法を探してくれよ。これはあれですね、多分ウォッシャー変身したやつを使えばいけそうな気がしますが、どうしようかな。先にこっち行こうかな。落ちた。さて、こちらには何が。めちゃくちゃ厳重に守られてますけど、よいしょ。卵の補充だけではないことを祈りましょう。あ、すごい豪華な卵補充スポットな気がする。すごい豪華な卵補充スポットなだけな気がする。必要ですけど。さあ、じゃあこっち行ってみましょう。バチ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 。ここは上の階につながってそうですか。こっちも行けるんだ。こっちは、こっちは戻るだけですかね。なんか特になさそうに見えますね。でもこういうところにこそ何か秘密の何かがあるかもしれない。なさそう。落ちたー。違いますね、こっちから行くとショートカットができるよっていう感じっぽいですね。よいしょ。さて、じゃあこっちは、3階、あ、3階にはここから来るんですね。まだ2階、あ、あんなとこにグローブがいる。ちょっと来たいような、そうでもないような。あそこはどうやって行けばいいんでしょう。こっちの方から、なんか裏にありそうな、ない。お、ジャムチャーさんじゃない、敵ですね。倉庫ですか、ここ。うわ、結構これ上の方から回ってこないと取れなそう。セパレート、あ、いや、いけるんじゃないですか。セパレートでさっき教わったやつを使えば。よいしょ。でこれを使ってカズイならいける。いけたー、グローブゲット。じゃあ3階の探索は行った。マンボがいる、マンボの親方見っけた。ワープだけ開きましょうか、多分あると思うんで。電池も見っけましたね。来たーい。あったあった。よし、これだけ開いておけば OK でしょう。じゃあ一旦ウンバのとこに戻りますかね。2階ウンバ、分かりやすい。さて、でも2階も言って大体探索したんですかね。いや、まだ行ってないところがある、ね、
ここは行きましたよね。行きましたよね。行きましたよね。確かね。あ、行きましたね。こっちは。あ、なんか見覚えがあるよ。繋がってる？あ、繋がってる気がしますね。これね。多分ね。あ、そうですね。なるほどね。ここに繋がってるんだ。はいはいはい。一箇所なんか行き忘れたところがある気がする。ちょっと行ってみましょうか。いや、まあ一箇所どころの騒ぎじゃなさそうな気もしますけど。わー、複雑だな。これマップの把握超大事ですね。てっ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 てよいしょ。多分そこのダクト行ってない気がするんですよ。こっち光ってる。光ってますよ。お、これはショートカットが開けると。お、ショートカット開けました。あー、なるほど、ここが開くんだ。はいはいはい。じゃあ2階はでもこれで終わりですかね。だいたい探索した。もしかしてここがパッドで、あ、なんかある。見逃してます。あ、いや、見逃してはいない。ここはもしかしたら数え単体で行けば何かがあるかもしれない。見えない。数えのあのね、スプリングジャンプでもしかしたらいけるかもしれないですね。ふむ。ちょっとおとなしく3階に行っちゃって良さそうな気配が若干ありますが、3階行きましょうか。3階マンボ。さあ、じゃあ渡すだけ渡しちゃいましょうかね、グローブ。忘れないうちに。マンボの骸骨屋敷。よいしょ。まあでも今んとこマンボパッドは見つけてないですね。マンボがいるってことはマンボも役に立つところがあるでしょうけど。また現れたクマと鳥。グローブなら持ってるよ。助けいるならモンスターくれ。マンボの助けいる。もちろん。もちろん助けてほしいよ。モンスターこっち投げて。はい。てい。オッケー。やる気満々ですね。やる気満々マンボですね。まあ今はいらないんですけど。マンボの出番はまた後で。きっとやってくるはず。よし、じゃあ3階の探索を進めましょう。よし。ここなんか単純に影ですか。広いですね。電池の場所は全部把握したような気がしますね。ただ持ち運び方がいまいち分かってない。多分リュックタクシーか何かで運ぶんだとは思うんですけども。ビッグオーパンツなんかありますね。いや、敵か。敵なのかオブジェクトなのかがとても分かりにくい。いやらしい配置をしておる。ボイラー施設なんかありますね。何もなかった。何を見たんですか私。お、ドアロック中。メカニカルなスタッフしか中には入れません。メカニカルなスタッフはあれですよね、多分ウォッシャーとは違うんでしょうね。いや、ここ上の方とかなんかあれですね、チートさんのページとかあったら全く判断つかなそう。ピャー、上の方まででも行ってみたいですね。結構入り組んでるんで、こういうところのお宝探しはなかなか難儀しそうな気配があるけど、でもこういうところにあれですよね、制作者の考えを裏読みするといそう。あそこに今神社いましたしね。お、ボイラー施設。ここはなんか飛べはいけそうな気はしますね。こっちも行けるな。なんかさらに上行けません、これ。行けますね。あ、これであれか、ボイラー施設の方に行けるの。よし、行ってみましょうか。ボイラー熱そうですけどね。てかパズルが本当にまだ一個も手に入ってないのがまだ。あそこなんかあるでしょう。あそこなんかあるでしょう。キラついてますね、あそこね。
箱の中に何かがありそう。でもあそこは数えじゃないと届かなそう。この後行ってみましょうか。ボイラー施設。なんか、ん？ウサギさんが見える。広いな、ボイラー施設。お、これは押せそうですね。勝ち。行っちゃっていいんですかね。ボイラー行くしかないかな。エレベーターシャフト。何ですか、エレベーターシャフト。落ちた、落ちた、落ちた、やばい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 。生きてる生きてる生きてる。よくわかんないけど生きてる。ん？何ですかここ。なんかあるな。体力。あ、エレベーターシャフト、まさしくエレベーターの軸ですか、シャフトですか。あー、なるほど、ここに繋がるんだ。1階ってことはこれ使うといろんなとこに行ける、階層の移動が楽になるみたいな感じですか。多分そこ2階ですよね。登り方がぐるぐる回っておる。ちょっと届かなかった。よし、このシャフトにつながれば結構あれですね、転落しない。2階。2階でもエレベーターありましたっけ。見逃してるかも。お、電磁磁石施設。電磁石施設、これ壊れます。壊すときは爆弾。壊れないですね、壊れないですね。ってことは行けるとこと行けないところがあるのかな。でもなんかおあつらい向けに卵置いてあるのがちょっと気になりますけど。じゃあ3階戻りましょうか。4階すごいまがまがしい色してますね。よいしょ、3階戻ってきました。まあ、ここは覚えておいて。ボイラー施設につながっている。ボイラー施設めっちゃボイラーってますね。ハッキングルーム？パッキングルーム？パッキングルーム？あ、ここ電池でしょ。ここ電池を多分置くと何かが発動する。あ、なるほどね。だから多分数え、バンジョー単体で電池を持ってきてあそこにはめると何かが起きるんでしょうっていうか、めちゃくちゃいますね。どこだ？この穴気になりますが。ヘルプ。ふむ。百葉箱さんがいっぱいいるのもまたここ難関な気がしますけど、でもなんか特に発動しそうなギミックが見当たらないですね。怪しいところは数あれど、こことか。ガガガガガガガ、爆弾でなんとかなったりしませんか。じゃあならないですね。あ、もしかして敵が。あそこにファイヤーを入れてみる。てい、何も起きなかった。ってことは電池を発動したら何かが起きるみたいな感じですかね。ふむ、難易度が高い。じゃあ神城だけ回収しましょうか。どこいます、あそこ。どうやって行くんだあれ。あそこを渡っていけそうですね。よいしょ、こっちからぐるっと回って。いけない、これはこれはただの模様である。どっから回収するんだろうな。ちょっと今は見当がつかないですね。場所だけ覚えておきましょうか。いやー落ちた。じゃあ忘れないうちにさっきのキラついてたやつ見ちゃいますか。セパレートして数えで
飛んでみる。よいしょ。セパレート毎回ね、違う操作をします。はい、じゃあカズエ任せましたよ。ぴょんぴょん、ジャンプ力、なんか今ありませんでした。あ、ドアロックのところか。なんか割とあれですね、私の勘違いが今回は勃発しおるて、だいぶね、なんか疑心暗鬼に、あー、いけそうな気がする。レアシャバコ、なんかあるでしょ。ハニカムでしたね。キラついてましたもんね、明らかに。オッケーオッケー。なんかハニカムだけめっちゃ集まってますね。まだジグソゼロですけど、まさかのジグソゼロですけど。はい、ではね、今回はこの辺りとさせていただいて、また引き続きね、次回グランティ産業の方を探検していきたいと思います。いやー、なかなかね、集まりが悪いですけれども、まあ多分一回見たら一気に集まっていくタイプなんじゃないかなと思って、はい、頑張っていきたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。